ブルーミンデイズ、日々これ良き日。今日はね、8月の9日ということで、8月8日が山の日、まあこれの振り替えということで、今日は祝日になってますけれども、そうですね、祝日ということで、ディレクターの小出がですね、普段は倉島桃子さんをお一人でやってるこの番組ですけれども、一緒に今日はやらせていただきます。特番スペシャルは久しぶりですね、2人でやるのがね。これ何ヶ月ぶりですかね、これね。祝日でも最近は、特番を組まなかったことが多かったので。あ、そういうこともありましたっけ。そうですね。そっか、久しぶりなんでね、このおじさん誰と思っていらっしゃる方いるかもしれませんけれども、そうですよ、東京854、聞ける範囲が広がりましたから ね。 そうですね、初めてという方もいらっしゃるかもしれません、でね、いよいよオリンピックも終わってしまいまして、そうですね、昨日だか一昨日ね、キングオブスポーツと言われている近代五種、これをやってたんだけれども、これってご覧になった？見てないんですよ。あ、そう、近代五種ってね、王族貴族のスポーツとも言われている、優雅なスポーツだったそうですよ、元はね。あ、そうですか、でいろいろやって大変っていうイメージしかなかったんですけどね、まずフェンシングね、それから水泳の 200m 自由形、それから馬術、馬術、あとレーザーラン、これだから射撃プラスランってことかな、射撃が5滴プラス 800m 走4回って書いてあるね。じゃあ走りながら途中途中関門みたいな感じでその射撃もしつつまた走るみたいな、そういうことかな。なんていうの、この運動会にありがちな、なんていうの、障害物競争みたいな、みたいな感じなんじゃない、これ。それでね、この中の馬術、この馬術のお話もね、放送後期の時でしたっけ、ちょっとお話しましたけれども ね、これね、この近代五種の場合の馬術っていうのは、自分のお馬さんじゃないんだよね、これ。あ、そうなんですか。競技の始まる20分ぐらい前に、抽選でお馬さんが決まって、もうそのお馬さんと一緒にこの障害を飛び越えると。じゃあその時が初めて会うような感じ。そうあら、お互い大変ですね、ただね、これやっぱり見てはいるとね、ノーミスで、こなすっていう方もいるわけですよ。すごい、でね、今回ね出たこのドイツの選手、ドイツのアニカ・シュロイ選手、この方ね、それまでの4種目ずっと1位で、もう金メダルに限りなく近かったんだけれども、この馬術で馬が全く言うことを聞かずに、あら、それでもう最後、もう泣きながら、お馬さん言うこと聞いてみたいな感じでやってたのがあったんだけれども、ニュースでも見てないかな。ちょっと見てなかったですね。でね、これコーチが怒って、このお馬さんをグーパンして、本当ですか、お馬さんを。そう、それで、この大会から追放。あ、動物虐待的な。まあそのほら、さっきも言った通り、王族とか貴族のスポーツって言われてるところだからね、そんな言うこと聞かないからって言ってね、拳で馬を殴ってりしちゃいけないわけですよ。マナー違反ってことですねそれでね、ネット上ではね、当たり外れがあって、お馬さんの方が悪いと、せめてこの平均的なね、この能力の馬を揃えておくべきだろうみたいな、このなんかことがいろいろ書かれてはいるんですけれども、これね、よくよく調べてみるとね、決してそうとも言い切れない部分っていうのがあって、このね、大馬さん、このドイツの選手が乗った時には、全然言うこと聞かなかったんだけれども、実はね、この最初に乗ったロシアの選手、この選手がね、障害にビビってる、この馬の首に鞭を入れたらしくて、これ普通はね、首になんて鞭は打ったりしないらしいのよ。普通お尻な感じかな。そう、で首は敏感なんで、もう叩かないと、手綱で当てる程度っていう風になってるのに、もうそんなことしちゃったもんだから、この大馬さんがね、もう神経質になっちゃって、もう全く言うこと聞かなくなっちゃった。でその後数頭を開けて、この同じ大馬さんに乗ることになったこのドイツの選手が、もうほら言うこと聞かなくなっちゃった大馬さんだから、
もう全く動かなくなっちゃって。あらあら。で、それであの、ゴーを逃がして、コーチがパンチ。あら。で、もう最後はね、このドイツの子はもう涙流しながら、もう顔ぐしゃぐしゃにしながら、ゴールしたっていうことがありましたけれどもね。そうですか、ね。ずっと1位だったのに、この馬術のせいで、31位になっちゃったからね。あら。そうなんですね、まあ本当にね、抽選で決まるなんての知らなかったからね。確かに。ということは通常のいわゆる馬術は自分の持ち物というか、所有のお馬さんだけれども、これだけは違うんですね。そうらしいよ。これだけは知らなかったですね。皆さんこんにちは。時刻は午後3時を回っています。 85.4MHz 東京854ブルーミングデイズ日々これ良き日。この時間のお相手はキュレーションコミュニケーター倉島桃子と、本日は夏休みスペシャルということでディレクターの小出でお送りいたします。はい。さあ、オープニングでは、オリンピック近代五種という少しまあ特殊というか、はいはい、なかなか皆さん知り得なかったようなお話から始まりましたけれどもね、これだけどあれだよね、はい、一人の選手がね、フェンシングやったり泳いだり、あのその何レーザーガン、はい、これだから王族のスポーツだからこういう種目になってんのかね、これ。そうでしょうね。これはだけどなんか時代に即してちょっと変えた方が良さそうな気もするけれどもね、このレーザーガンっていうのは昔はレーザーじゃなかったりしたとか、そんなんじゃないんですかね。あ、もちろんそうでしょ、ね、だってこれなんだっけ、クーベルタン伯爵、男爵だか伯爵がなんか作った競技なんでしょ、これ。そうですね、だから昔は、まあ、そのピストルというか拳銃だったのか、そのなんていうの、弓矢だったのかもしれないけれどもね。そうですね、まあ、時代とともにその部分はね、変わってはきてるんだろうけれどもね、新しい、もし近代五種ができたらちょっと面白そうですけどね、だったら何が入りそうです？いやだけどほら、例えばトライアスロンみたいなものができてきてるから、なんか、もう少し、例えばね、将棋と囲碁とチェスとみたいな、麻雀と頭も使うやつ入れるみたいな、なんかそういう競技あったよね。確か、チェスをやりながらなんか卓球やるんだってありましたね。なんかあったよね、そういうのね、話題になってましたけれどもね。8月24日からは一応今のところパラリンピック行われる予定にもなっていますので、今後どのようになるかまだまだ気になるとは思います。はい、はい、ということで今日は8月9日、はい、で8月15日前後お盆休みされるお店や会社も多いということで、はい、まあ、この連休と合わせてもしかしたら今週はお休みという方も、社会人の方なんかはいらっしゃるかもしれませんね。まあ、普通はね、あの割と13、14、15お盆休みっていうようなお店とか会社っていうのが多いですから、はい、そのお墓参りとかね、帰省とかがあるっていうことになると、はい、この時期に合わせるっていうことが多いんでしょうけれども、今年去年とね、はい、このコロナのいろんなことがあって、帰省はしませんとかっていう方も多いかとは思いますけれども、そうですね、とは言ってもね、はい、車での移動ですとかっていう方もいて、まあ、もしかしたらばね、今もう帰省されている先で聞いてらっしゃるっていう方もいるんじゃないかなと思います。そうですね、はい、子どもたちの場合ですと、まあ、ちょうど夏休みが半分過ぎようとしているところということで、ちょうどほぼ半分だよね。あ、半分か、そうですね、そうだね、もう過ぎちゃったって、ね、思ってることかね、まだ残ってるのかと、人によってはそれぞれ感じ方も違うと思いますが、今日はこの夏休みをテーマに、はい、子どもの頃過ごした夏休みについてということを振り返ってみようと思います。
ブルーミンデイズ、日々これ良き日。あの頃の夏休みをテーマに、子どもの頃過ごした夏休みについて振り返ってみたいと思います。はい、まあ、夏休みと言いますと、日本では7月下旬から8月下旬までが一般的ですけれども、うん、北海道や北東北、長野県、うん、岐阜県山間部などの寒冷多雪、まあ、雪が多いところですよね、うんうん、こういった地域では7月21日から8月の20日頃までというふうになってまして、うん、はいはい、まあ、関東以南の地域については7月21日から8月31日というのが一般的です。うん、これ倉島さんの生まれ育った郡山は、はい、はい、この8月20日ぐらいまでだったんでしょ。そうですね、うん、はい、だからその分冬休みが少しだけ長い感じ。そうするとほら、だいたいね1月8日ぐらいから始まってたじゃない。はい、その後ろ倒しになるの、それとも冬休みが始まるのが少し早いの、はい、少し早くて少し遅いっていうような感じだったように思うんですけれどもね。はい、ちょっと、まあ、それでも1日2日くらいだったかと思いますけれどもね。なるほどね、はい、はいはいはい。ただ去年今年についてはですね、うん、皆さんもご存知の通り、まあ、この新型コロナウイルスの感染防止のためということで、はい、臨時休校の実施などがありまして、うんうんうん、まあ、その影響を踏まえまして、全体の 95% の学校で夏休みの短縮を予定していて、うん、あ、はいはいはい、で公立の小中学校などでは16日間、うん、高校では23日間というのが多いようですね。うん、もう40日ないんだね。そうなんです。あ、そう。で最短ですとちょっと悲しいお話なんですが、うん、公立の小中学校の場合、うん、9日間、うん、高校だと4日間という学校もあるとか。何、9日とか4日っていうのが夏休みなの。そう、これな、その辺のブラック企業だってね、うん、もうちょっとありそうな気するけれどもね。ねえ、あ、そう。でも全然あれだね、うん、遊びになんていけないよねこれ。本当にそうですね。というか授業のやりくりが結構大変だったというふうな話も去年の時点で聞いてますのでね。その分他で休んでたってことなのかな。はい、そうなんですね、うん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 、まあ、実質、まあ、休みって休みじゃないんですけれどもね、お家で結局やらなきゃいけないこともあったわけで、うん、子どもたちにとってみればなんだよっていうのがねあるかと思いますけれどもね。なるほどね。で日本の多くの学校ではですね、うん、夏休み中というのは宿題が出ますね。あ、はいはいはい、はい、やりましたよ、まあ、私もやりました、うん、読書感想文とか、はい、自由研究、うん、あと絵日記、うん、あと学習ドリルですね、はい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 、メーカーさんによってもいろいろ読み方が違うのでここであえて学習ドリルと言いましたけども、うん、まあ、そういった宿題が出されまして、うん、で新学期の最初の登校日に、まあ、宿題を提出するのが習わしという感じ。これ変わらず今もありますけどもね、うん、まあ、私なんかはね、はい、よく忘れましたなんていうことを使いましたよ。本当ですか。最初の授業が始まる日までに出せばいいんだろうみたいなね、うん、あ、勝手な解釈をしてそうするとほら何日間か猶予があるからギリギリで、うん、っていうような技をね、うん、はい、使っていて、まあね、その癖が今も残っててね仕事でもそういうことやったりしますけれどもね。そうですか、うん、私どんなに遅くとも1週間前に終わらせるっていうのが我が家のルールだったので、うん、あ、そうなの、はい、それは何、そのお父さんとかお母さんがチェックするの、はい、チェックしました。どこまで終わってんだ。特に母は厳しかったですね。あ、うん、そうです。なのでみんな一斉に持ち帰ったものをだいたい7月中には終わらせるっていうのが我が家の方式というか、うん、あ、そう。でもさ、うん、この絵日記とかさんってさ、はい、その自由研究なんていうのは7月中じゃ終わらないでしょ、うんうん、それは終わらないですね、うん、少なくともすぐに終わらせられるようなもの、うん、特に学習ドリルといったもの、うん、私は夏休みの友という名前でやっておりましたけれども、あ、はいはいはい、それはもう7月中ですよ、うんうん、これはだけどどうなの、この40日間なりね、はい、まあ、倉島さんのところ30日間ということですけれども、本来であればね、はい、1日1ページずつやって、そうそうそう、初めてなんていうの効果があるというかね、だって1ヶ月前勉強したことなんて忘れちゃうでしょ子供なんて。そうですね、大体が内容は今思い返してみると、うん、まあ、復習みたいなもんですよね。
その前の楽器にやった、あ、はい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 、っていうことで予習っていうのはあまりなくて、うん、復習の内容が大半だったとは思うんですけれども、うん、じゃあなおのことじゃない、うん、もう忘れちゃってさ、そうね、本来はそうなんでしょうけど、うん、でもやっぱり一気にやってしまいましたね、うん、あとはこれね読書感想文はね、うん、結局本読まなきゃいけないからめんどくさいのよ毎回ね、うん、我が家はですねあまりおもちゃとかを小さい頃から買ってもらえるうちではなく、うん、本とか雑誌は結構父が買ってくれたんですよ、その図鑑とか、はいはいはい、うん、そうするとその読書感想文が出てるとなると、うん、一緒に本屋さん行こうってことになって、うん、なんか買った覚えがありますね。あ、そう、そうすると大体と本屋さん行くと、うん、夏休み課題図書とかっていうのがこう平積みっていうか、はいはい、なってて、うん、その中から読みやすそうなものを選んで買うみたいな、うん、そしてついでに雑誌も買ってもらうみたいな。あ、そう、うんうん、ではあれだ、帰ってお母さんに怒られちゃうんだ。そうそうそう、雑誌とか余計なもの買ったりしてね付録がついてるのこれは何なのみたいな。あ、なるほどね、変わりましたけどもね。でですね、私たちの過ごした昭和の時代の小学生の、うん、過ごし方として一般的だったお話になるんですが、はいはい、まあ、ラジオ体操から始まりまして、うん、プール、はい、海水浴、うん、昆虫採集や花火、うん、そしてまあ家族旅行、はい、で他にも祖父母の家に遊びに行くとか、うん、あと盆踊りや夏祭りなど、うん、夜の外出を許されることもありましたね、うん、まあ、大概はね、まず朝ね、はい、6時半ぐらいだったでしょ、ラジオ体操。そうです、だから6時ぐらいに起きて起こされましたね、うん、それでまあ6時半に間に合うように、はい、まあ、ラジオ体操の会場に行って、ええ、でまあラジオ体操をやって、うん、で家帰ってきて朝ごはん食べて、はい、でもうなんか宿題をすぐやれっていうんでね、この涼しいうちにやれっていうようなのがあったからね、ありました。で、まあ宿題をやった後、はい、まあ、その後、まあ、遊びに行ったりとかしてたんでしょうけれどもね、うんうん、まあ、ただね、なんかちょっと今すごいかすかに覚えてるのは、はい、この遊びに行くって言い出すタイミングがすごい難しかったような気がするんだよね。お家の人にですか？そう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 、うんうんうん、一応やることはやったんだけれども、はい、早々に遊びに行くなんて言うと、はい、家の手伝いを押し付けられたりとかね。No matter wherever you are, I'm with you. Deep in your heart, my love, I'll stay. When I'm away, no matter how far. No matter the weight, no matter the pain and heartache, I promise all of those lonesome apart, you'll be back in my arms, no matter the way. Although there's miles to cross that stretch between us, you're all I dream of. There's nothing too great that can't separate you from no matter how long, no matter the time that has gone between us, darling, I'm yours and I'm yours alone. So I'll always come home, no matter how long.Stretch between us, you're all I dream of. But there's nothing too great that can't separate you from my love. No matter how long, no matter the time that has gone between us, well, darling, I'm yours and I'm yours alone. I'll always come home.
no matter how long. I'm yours alone. I'll always come home, no matter how long. ブルーミンデイズ、日々これ良き日。今日はあの頃の夏休みをテーマに、子どもの頃過ごした夏休みについて振り返ってます。はい、で先ほどはラジオ体操のお話をしましたけれども、うん、他にも開放されていた学校のプールっていうのは毎日行っていたように思いますけれども、うん、小路さんどうでしたか？あのね、ちょっとはっきりとは覚えてないんですけれども、ほぼほぼ毎日ね、うん、なんかプールに行ってた覚えはありますよ。ですよね、うん、なんていうの、何時から何時までは何年生とか、はいはい、何時から何時までは何年生っていうなんか時間割が決まっててね、決まってましたね。それでね、ほぼほぼ毎日行ってたような気がするんだけれども ね、うん、ね、ただね、これほら、あの水着を洗濯しなきゃいけないわけでしょ。そう、うん、うちの母親がね、そんなに洗濯に苦労してたっていうようなものも、うん、あんまり覚えてないんだけれどもね、うん、まあもしかしたら2日に1遍ぐらいだったのかもしれないけれども、でも夏ですから、うん、帰ってすぐに洗ったら乾きますよね。うん、それか予備がいくつかあったとかね。あとは私あれですね、自分のやつは洗って干しなさいとか言われて、あ、自分の分は洗った記憶があります。あ、そう、うん、まあ小学生だからね、うん、あの前の日のやつが濡れてたって、うん、どうってことないんだけどね。そう、でもそれでやりなさいって言われたのに、うん、後回しにして、うん、夕方ぐらいに思いついて、うん、やってとかって言って喧嘩っていうか母に怒られたりとかね。でね、すごい覚えてるのは、昔の水着って、うん、生地が分厚かったんですよ。どちらかというとあのスクール水着。あ、そうなの。で今って、うん、ものすごい素材が良くなったから、もう速攻乾くんですよね。はいはい、あ、今のは乾くの。もう乾きます。あ、そう、タオルでパンパンってやって、うん、もう干したらものの30分で乾いてる感じですけど、うん、昔その夕方やって叱られた理由は、多分その生地も厚かったから乾くのも遅くなっちゃって、うん、それでまあギリギリなんか一晩干してなんとか乾いたのを着るみたいな、うん、だったような気がするんですよね。今ちょっと思い出したのはね、はい、学校のプール開放日行くでしょ、はい、でね、これ最初にね、まずはこの目洗ったりしたの覚えてる？しました。それからあのすんげえ恐ろしいほど冷たいシャワーみたいなの最初浴びてそれからなんか消毒液に使って、うん、なんか上がるみたいな、入ってったような気したけれどもね。それは変わらずでしょうね、今もね。あ、そう、うん、なんか泳ぎを練習したっていう覚えは全くないんだよね。なんかただ水に浸かって、うん、自由時間が何分か分かんないけれども、はい上がってみたいな感じで、うん、でなんか甲羅干しみたいなことをさせられてね、決まった時間になったら上に上がるってやつですよね。そう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 、うんうんうん、それでまた入ってみたいな、うんうん、でなんか最後にね、はい、なんか流れるプールみたいなことやってたよ。あ、やりました。それ私たちもみんなで回るんですよね、ぐるぐるやって。あ、それ必ずあるのかな。私たちもありましたよそれ。あ、そう、誰かがやろうって言い出したりとかすると、うん、みんなで、まあ、いろんな学年の子が、私たちの学校は小さいので、うん、時間は決まっていても学年で割るってことがなかったんですよね、確か当時は。その誰かが言い出してっていうんじゃなくて、必ずもう最後は、先生がですか？そう、うん、最後は流れるプールで終わりになるみたいな感じだったような気するけれどもね。当時ね、はい、そのスイミングスクールなんていうのもなかったから、うん、そんなになんていうの、泳げる子っていうのもいなくて、はい、今なんかは、うん、もう幼稚園の時から行ってるなんていう子が半分ぐらいいるので。あ、プールっていうかスイミングスクールに行ってるっていう子。そうなんですよ。だから、うん、ほとんど泳げない子の方が少なくて、うん、だから泳げない子だけ集めてやるなんていうのが別時間にも設けられてたりとか、はっきり分かれてましたね。あ、そう、はい、夏休みの時には全く泳げない子っていうのはやっぱり苦手だったから来なかったのかな。会ったことがないね。そうですね、というか、うん、だからその泳ぐっていうか水を浴びに行くっていう感じのニュアンスの方が強かったような気するけれどもね。うん、
まあ、遊びが主体でよかった時代だったんでしょうかね、うん、やっぱり。あとあれなんでしょう、うん、あの子供の時にはこのほら飛び込みとかって練習もしたけれども、しました。今飛び込み禁止とかっていう学校とかもあるんでしょ、はい、危ないからとかって。そうそう、怪我をするからね、うん、実際私が小学生の時には同級生の子が怪我してましたね、うん、あそう、はい、頭削っちゃって。え、どこに？あのね、プールの底。え？っていうのは浅いプールだったんですよ、私が行ってた小学校のプールって。いやいや、浅いったってそんな、それで膝ぐらいまでしかないってことないでしょ？それはないんですけど、うん、それで深くやりすぎてっていうんですか、うん、頭をそんなにゴリッと削ったわけじゃないんですけど、うんうん、坊主頭だったんですねその子、うん、それでちょっと削っちゃって、うん、病院に行ったっていう騒ぎがありましたけど、うん、後にも先にも多分その子だけ、うん、で禁止にはしばらくはならなかったですけれどもね、うん、今どうだか分かりませんけど、プールが新しくなってる可能性もあるのでね、うん、プールも気をつけないといけないことね、結構ありますからね、うん、これ今の学校もプール開放してるんでしょ？開放はしてるんですが、うん、その夏休みの期間の長さの話でも出た通り、うん、このコロナのことがあって、うん、去年ぐらいから完全にやらないっていうところと、うん、条件付きでやるっていうところと分かれてるみたいですね。あ、そうなんだ、うん、それは市民プールとか、うん、そういったものでも一緒のようですね。いわゆる地域にあるプールありますよ ね、 あ、なるほどね。それもやるやらないっていうのがもうはっきり分かれてるみたいですけれどもね。なるほどね、はい。ブルーミンデイズ、日々これ良き日。今日はあの頃の夏休みをテーマに、子どもの頃過ごした夏休みについて振り返ってますけれども、はい、まあ、ずっと私たちの過ごしてきた時代、まあ、昭和みたいなね、うん、そういった夏休みの話ばかりではあったので、はい、うん、最近のじゃあ小学生、どんな夏休みの過ごし方してるんだろうということを気になったわけなんですが、うん、なんかね、はい、雰囲気的にね、まあ、うち子供もいないし、全く分かんないですけれども、はい、
やっぱりあれでしょ、外で遊ぶっていうことがかなり少ないんじゃないかなっていう予想はしてますけれどもね。そうですね、うん、まあ、我が家の子供たちが小学生だった頃とさらにですね、うん、また最近の小学生は変わっているように思いますね、うん、これ何、倉島さんのね、はい、ところのお子さんが子供だった時は、はい、やっぱり外で遊んでたんでしょ。かなり遊んでました。お家でゲームとか、はい、そんなようなこともしてなかったんだよね。私の子供たちが小学生の頃は、うん、まだ全然そういうゲームっていう感じではなかったですし、うん、スマートフォンとかもそんなに、うん、みんなが持っているような、うん、そういった時代ではなかったので、そうするとじゃあまあ割と、はい、うん、なんていうの、私たちと同じような、はい、ほぼほぼ似たような感じですかね、うん、あでもさ、はい、今あれなんでしょ、このラジオ体操もさ、もう何40日目いっぱいっていうんじゃなくて、はい、なんか1週間とか10日ぐらいしかやってないんでしょ。もうそうですし、うん、我が家の地域では、うん、ダメって言われてできなくなっちゃったんですよね。え、突然その何、近所から苦情が来たみたいなこと。 その通りです。いつもやっていた裏に公園があったんですけど、うん、私の住んでるマンションの裏側に、うん、そこでしばらく子ども会でやってたんですね、恒例で、うん、それがある時に、うん、その目の前にあるマンションに住んでる1階の人から、うん、そのクレームが来てしまって、話し合いをだいぶ続けたんですが、うん、もう一向にダメんで、うん、で亡くなってしまって、それ以来は復活もできてないです。ちなみにね、はい、どっちが古いの、ラジオ体操の歴史と、はい、その住民の方が住んでる歴史は。住民の方の方が新しいと思います。新しい、はい、できたマンション自体が。あ、だとしたらさ、うん、昔からやってることをね、はい、新しくできたマンションに引っ越してきた人が、はい、うるさいからやめろって言ってるってことでしょ。そうなんで、でどうしてもその話が先に進まなかった理由は、うん、その方がご病気だったんですね。あ、ご病気の方で1日、まあ、お家にいらっしゃるし、うん、その音がその体に影響する的なことをちょっとこう言われてしまったので、うん、もうそれ以上はちょっと話が平行線で諦めようってことになって、うんうん、今私が住んでるね、はい、うちの近所に、うん、なんていうのかな、大きなコミュニティセンターみたいなのがあるの、はいはい、で、そこには、これはもう夏休みの期間中じゃないけれども、うん、そこの駐車場にね、うん、毎朝、もうおじいさんおばあさんたちがもうこれでもかってぐらい集まって。今もですか。そうそうそう、あら、ラジオ体操やってるけれどもね、だから最初私知らない時、このなんかお年寄りたちの集団は何だろうと思ってね、でなんか一応首からなんかぶら下げてたよ。あ、そうですか。そのカードなのか身分証明書なのか分かんないけれども、だからそういったやってはいるところはあるんだろうけれども ね、 そうですね。でもそこにはね、うん、子供は誰一人来てないよ。あ、そうですか、うん、まあ、学校でですね、そういったスタンプカード的なものが配られるっていうこと自体が、うん、もうすでに我が家の子供たちはなかったので、うん、その時代には、うんうん、なのでやっていた頃は自分たちでそういったものをなんか作って、うん、みんなで配ったりっていうやり方はしてたんですけれども、うん、でもさ、そのスタンプカードだってさ、はい、あんなもん学校じゃ なかったでしょ。なんか地域のそのなんか町内会みたいなところっていうか、はい、行けばもらえたっていうかね。あ、そうですか。私の時は学校から配られてたんですよね、うん、あ、そうなの。あん時のさ、はい、このラジオ体操のスタンプカードみたいなやつね、あれさ、結局最後何もらってました。それがね、記憶にないんですよね、もらっていたものがあったっていうことすら。あ、そう、私は割と結構覚えてて、うん、ノートと鉛筆、はい、その会場でもらえてました。そう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 、一番最後の日にそのカードを持っていくとくれたのよ、はい。だから今の子どもたちは、まあ、もちろん私たちの子どもたちの時もそういう経験してる子がだいぶこう分かれてたっていうのと、うんうん、さらに時代が進んで、うん、やってる子どもたちの非常に少ないっていう感じですよね。でも体育の時間なんかは、うん、なんていうの、準備運動っていうのは、これラジオ体操っていうのは今も変わんないんでしょ。それがね、うん、娘が子供小学生時代にすでにもうラジオ体操ではなくなってたんですよね。そうなの。私衝撃だったの覚えてます。なんか部分部分の運動は残っていたみたいなんですけど、うん、みんなで一からやるみたいな、うん、順番通りにやるっていうやり方はなくなっていて、それこそ運動会の時に、うん、私の時代なんかは
準備運動、ラジオ体操をみんなでやるっていうのがあったと思うんですが、ね、一切そういう感じでなくなっていて、あ、そうなんだ。そうなんです。それはなんでやめちゃったんだろうね。わからないですね。だから知ってる子の方が少なかったような感じでしたね。じゃあ今の子たちもそうなんだろうね、多分さらにそういった可能性はありますね。ここ 1,2 年の間に大きく変わった夏休みの過ごし方というのが、その外での活動が制限されているので、うちの中でいかに過ごすかっていうのが変わってきてるっていうことはありますね。あ、そう、はい、はいはい。例えば YouTube を使って、まあ、動画サイトを見たり、はい、アニメを見たりっていうのはもちろんのこと、なんかそういった動画を見ながら、課題をこなしたりとか、あとは研究課題っていうんですか、そういったものを見つけたり、あとはその絵をやったり工作をしたりするのもその動画サイトから探してきたりとか、あとお料理とかお菓子作りとかっていうのも、まあ、私たちの時代なんかもやってましたけども、そういったものも動画を参考にしてやっていたりっていうことのようなんですよね。そう、じゃああれだ、お父さんとかお母さんが教えてあげたりとか、そういうことの必要がなくなっちゃったってことなのかな。まあ、最初の導入の段階ではきっとそういったものを親御さんが設定したりとか、ルールを決めたりっていうことをきっとしてるんでしょうけれども、なるほどね。それと私たちが夏休みの頃過ごしていたことと全く違っていることといえば、あの不要不急の外出っていうのを控えるようにというようなお話がありますので、かなり子どもたちの中では運動不足っていうのが深刻と言われてるんですよね。ああ、もう何、今の子たちはもうあれなんだ、外で遊ぶってことすらできない状態なんだね、今は。きっとあの遊びに行きたいなとは思っていて、する子もいると思うんですけども、結局こうマスクをしてね、あの走り回ったりとかっていうのもなかなかしんどかったりとか、あとお友達と長くねお話ししてはいけないとか、いろいろなまあ制約があるということで、そうすると自動的に本当は遊びたいんだけれども避けるというような、そういったことが多いようなんですよね。そう、だからそうするとどうなるかというと、まあ、あのこれは中学年から高学年にかけてということで資料があったんですが、ゲームを使って、ゲームのソフトっていうんですかね、それを使って運動不足解消のために筋トレをしたりとか、あとはフラフープとか、バランスボールといったような、まあ、道具を使って体を動かすことをお家の中でしたりとか、あとはあのさっきも言いましたが YouTube ですよね、こういったメディアを使ってそれを見てなんかあのヨガとか体を動かすようなメニューを一緒にやってみたりとか、そういったことを過ごしている子もいるようです。そっか、なんかね最近の子どもたちはなんかすごいかわいそうだね。そうですね、せっかくの夏休みなのにね、外でと思いっきり遊んだりできないんだ。そうですね、プールも行けないし、そう、友達同士で集まって遊べないし、もうお家で、それこそあの兄弟がいればまだあれだけれどもね、そうですね、いないようなね一人っ子の子たちだったりすると、お家でただじっと YouTube 見たりとか、なんかそのゲームやったりとか、そんなことぐらいしかできないんだもん ね。あとはあれですよね、あのたくさん人が集まらないようなことを工夫したキャンプ場とか、そういったアウトドアの遊び方っていうのを少し注目しているような親御さんは多いとは聞きますね。まあ、だってそのぐらいしかないもんね。そうなんですよね、マスクしないでね、そう、外でって言ったらばね、だだっ広いこの自然の豊富なところに行って、っていうことしかないもんね。そうなんですよね、なんか本当かわいそうだね。本当ですね。
ブルーミンデイズ。日々これ良き日。本日はあの頃の夏休みをテーマにお送りいたしました。うん、あのね、はい、まあ、倉島さんはね、はい、郡山生まれ郡山育ちっていうことで、ご存じないかもしれませんけれども、はい、私が子供の時の夏休みって言ったらね、もうそのすぐ隣には光化学スモックっていうのがね必ずいたんですよ。だから本当はね、はい、この光化学スモックの思い出とかもしたかったんですけどもね、はい、今日ちょっとできませんでしたけれどもね、この続きはまた明日、そうなんです、うん、明日の8月10日の火曜日、はい、夜の10時からは、うん、この 79.1MHz 郡山コミュニティ放送ココラジにて、はい、このブルーミングデイズ日々これ良き日のスピンオフ番組、はい、ブルーミングデイズプラスをお届けしておりますけれども、うん、そこの場所で、はい、あの頃の夏休みパート2という形で今日ご紹介できなかったようなお話とかを、うん、より深いところですね、うん、そんなお話ができればなというふうに思っています、うん、明日はね、はい、キャンプに行って、はい、危うく水がなくて死にそうになったっていうそのお話しますよ。あ、そうですか、うん、ちょっとじゃあ深いところでお話がまた聞けるということで私も楽しみにしたいと思います。まあ、別に深くはないんだけれどもね、うん、はい、ということで、本日の放送内容やお送りした曲のプレイリスト、放送後期など番組特設サイトに音楽と音声合わせてアップいたします、はい、皆さんの聞きたい時間帯にお好きな楽しみ方をお試しいただければと思います、うん、続いてこの後の番組のご紹介です、はい、午後4時からはスーパーミュージックワイド、毎週月曜日は名曲サボをジェロニモから、うん、ジャンル 年代を超えたえりすぐりの曲をお送りしております、はい、なおプレイリストはアメブロのパーソナリティブログをご覧いただければと思います、うん、続いて午後5時からはおかえり854、パーソナリティは原ちゃんでお送りいたします。原ちゃんね、はい、もう相変わらずね、はい、あの週末はお散歩されてるようですから ね、うん、この夏も暑いですからね、気をつけてください、うん、はい、それでは今週もマスクや手洗い消毒など感染症対策しっかり行い体調管理をしてまいりましょう、うん、今日ここまでのお相手はキュレーションコミュニケーター倉島桃子とディレクター小出でお送りいたしました。東京854の皆様とはまた来週、そしてココラジの皆さんとは明日夜10時にお耳にかかれますことを楽しみにしております、はい、今日はこの辺で。キャンプ場にいたね、はい、例のお話も明日しようかな。怖い話も、はい、じゃあ皆さんお楽しみに。ブルーミンデイズ、日々これ良き日。